鈴木 S40 をベースにしたカスタム車両カフェレーサーとはオートバイの改造思想手法の一つである。イギリスのロッカーズたちが行きつけのカフェで自分のオートバイを自慢し行動でレースをするために早くかっこよくとの趣旨で改造したことに橋を発するとされる。カフェレーサーに乗ってカフェの前に集まったロッカーズ1960年代ロンドンのカフェで 唯一24時間営業だったエースカフェにはロッカーズと呼ばれる改造したオートバイに乗る若者たちが毎夜のように集まっていたロッカーズの間では店のジュークボックスにコインを入れて曲が始まると同時にスタートし曲が終わるまでにカフェに戻ってくるという行動レースが流行していた当初はレースに熱中するロッカーズらをカフェレーサーと呼んでいたが次第に 彼らのオートバイの改造スタイルを指すようになった。カフェレーサーに乗ってエースカフェの前に集まった愛好家改造スタイルとしてのカフェレーサーの特徴は快適性や利便性を切り捨てて速度や旋回性能を追求し外見は1960年代のグランプリロードレース車両を模倣したものである。ロッカーズはノートン、トライアンフ、ビースサなど 当時のイギリスでは一般的なネイキッドを改造していたことからこれらのメーカーや近いスタイルの車両がベースとして選ばれる。マフラーは円筒状で後方へ水平に伸びるタイプ、燃料タンクは細長く小さなものが用いられる。シートは車体後方寄りに配置された数と乗りのものが用いられ、シートの後方には丸い盛り上がりがつけられる。 ハンドルバーには低くて幅が狭いセパレートハンドルやコンチネンタルハンドルが用いられる。コンチネンタルハンドルは左右一体であるが1960年代当時の標準的なオートバイに比べると低く、やや前方にグリップが配置される形式のハンドルバーである。これらによって乗員は状態を伏せて乗車することができ、空気抵抗が少なく、 車体をコントロールしやすい姿勢で乗車できる。伏せた姿勢でも歌詞が楽なように、ステップを後方に移動させたバックステップが付けられる場合や、1960年代のレース車両に用いられたカウルに見られる特徴を備えた形状のハーフカウルやフルカウルが取り付けられる場合もある。装飾的な部品や利便性のための装備などは撤去し車体目黒一色が、 主流であるが、ただし行動でも合法的に走行できる、用途化類やスタンドは残されており、手間や費用がかかるエンジンや駆動系の改造はせず、市販状態のままが多い。日本では1970年代から1980年代にかけて流行し、日本のメーカーはブームに応じる形で類するデザインのモデルを次々と発表した。個人による改造も多く、 各社から外観をカフェレーサー風に変更できるオプションが販売されている。近年では世界的にトラッカースタイルやボバースタイルをカフェレーサーと呼ぶ向きもあるが、源流が全く異なるものでありこれは明らかに間違いである。トラッカーはダートトラックレーサーの模倣であり、最低でもコンチハンドルとは大きく異なる、幅が広く手前に大きく引きアップした。 ダートトラック特有のハンドルバーを用いたものがトラッカーとされ、それ以外のハンドルを装着したものは厳密にはトラッカーではない。また、俗に言うトラッカーシートをつければ良いというものではない。実際のダートトラックレース車両でもハンドルバーは必要な装備であり、前述のトラッカーシートと言われる形状のシートカウルをつけている車両は実はごく一部である。 ボバーは1960年代以前のレース車両の模倣源流とするものである。ダートトラックレーサーで使われているハンドルバーに近いものを装着する車両が多いが、これは単にダートを走る場合が多かったためであり、ダート、トラックを走ったわけではない。特にこのボバースタイルの定義には曖昧な部分が多く、カフェレーサーでもなく、 フルカウルのレーサーレプリカでもなく、アメリカンでもなく、トラッカーでもないデザインに対して付けられている場合が多い。それ自体は問題はないが、他の確立されたスタイルと混同されて一色多になる事例も参見されるため、この単語の乱用には注意が必要である。メーカー純正のカフェレンサー風車両アメリカでは、クルーザーが主流であるが、 ブーム終盤の1977年には、ハーレーダビッドソンが、スポーツスターをベースにした、カフェレーサースタイルの、XLC-R を3400台限定限定で、販売した。ホンダ CB は、カフェレーサースタイルへの改造パーツが多数発売された、ほか、純正でもデザインに取り入れたモデルがある。ありがとうございます。